はい、おはようございます。こちらこんばんは、リョウジンと申します。今回やっていくマップはシャングリラ。まあブラックオプスから、入ってきたゾンビマップなんですけども、まあリョウジンが思うに一番、シリーズを通して一番難しいゾンビマップじゃないかなと僕は思っております。パッカーパンチする場所あそこなんですよね。もうパッカーパンチそこ見えてるっていうね、まあ分かれ、まあ、ジャンプすれば分かるんですけど、パッカーパンチはすぐ初期部屋ってね、なかなか斬新なんですけど、まあね、あそこまで行くのに階段がねえと、ね、階段作らなきゃいけないんですけど、まあ、その前まず電源入れなきゃいけないということで、まあ、電源入れに行くんですけども、まずこのマップの何が難しいかですよ。もうね、ゾンビの種類とマップの狭さ、これに尽きる。ゾンビが全部で3種類、出てきます。まあ、シュリーカーゾンビ、ナパームゾンビで普通のゾンビ3体ですね。もうね、ナパームとシュリーカーがもう本当にね、うぜえもしかしたらもうランダムエンカウントですぐ出てくるかもしんないんで、もしかしたらこうみんなの目に留まるかもしれませんが、もうな。あとマップの狭さと本当見づらさね。ね、こういう草むらとか普通にこうやってゾンビ入っていきますからね、もうね、確認がね遅れちゃうんだよね。本当とにかく本当に難しくて、確認しづらくて本当に難しい。ここめちゃくちゃ難しいんですけども、なんとかパッカーパンチと、およびジャガの電源の入れ方までなんとか頑張っていきたいなと思います。まあセオリー通りでいきたいんですけども、ここね、まあとにかくポイント、もうとにかくポイント、もう電源部屋まで走っていきたいんで、なるべくどうね、なるべく走っていきたいんで、まあポイント貯めていくんですけども、ここのマップなんですけども、パークの設置場所に関してはスピードコーラとジャガノがランダムで、その他のパークが完全ランダムですね。初期部屋リバイブは固定なんですけども、ジャガノの場所とスピードコーラの場所が、ランダムですね。右か左か、逆だ、右か左かですね。だけ、まあセオリー通り行くとこっちから行きたいんですけども、扉はね、セオリー通り行くんやったら、まああっちの方にスピコがなければこっちの方にジャガノがあると。スピコがあったら何言ってんだ俺は、危ない。あっちにスピードコーラがあればこっちにジャガノがあることになりますね。パークの位置もランダムっていう時点でね、本当に腹が立つよねやめてくれよって感じですね。いやーちょっと怖いな、マジで怖い。しっかりとポイントは貯めていきたいんですよ、本当に。がっつりと、しっかりと。もうここで初期部屋7000ポイントぐらいかな、目標は。7000ポイントあればなんとかなるかな。まあ逆がジャガノだったら本当運がないんだけど。じゃあまあとりあえずちょっと必死こいて、まあ4ラウンド、いやー、なるべく7000まで貯めれるように頑張れるんで、とりあえずカットをしていこうと思います。カット。はい、ということで、ポイントが8220まで、8720か、まで貯まりました。じゃあちょっとここから扉ガンガン開けていきたいと思います。リバイブから見てこっちですね、こっちから開けていきましょうね。セオリーだとこっち、はい、電源部屋のマークが、出てますね。まあここなんですけども、まあここもまあトレインしにくいことこの上ねえよな。まあいろんな仕掛けがありますけど、まあとりあえずジャガノじゃねえや、電源入れないことには始まらないんで、とりあえず電源を入れていきましょうね。まあ下っていきます。するとですね、あ、今回はここですね、今回はジャガノです、当たりでした。ここに、ジャガノがあります。ここがスピードコーラかジャガノかはランダムでございます。まあここでスピードコーラだったら逆の扉に開け入ってジャガノから始めていきたいなと。まあ今回はたまたまここはジャガノでしたね。さあ、じゃあここの扉開けていきましょう。いやー狭いね、洞窟なんですよね。1階と地下に分かれてるっていう風な感じで思ってくれたら分かりやすいかなと思います。まあここ、まあなんか滑り台みたいなのがあるんですけど、これもおいおい使っていくんですけども、まあこれに間欠泉、まあちょっと人工の間欠泉なんですけど、まあこれ乗るとですね、先ほどの、まあ先ほど来た場所に戻ることができますね。でしばらく間欠泉これずっと起動しっぱなしで戻ることできないんですね。まあ、もしね戻りたかったらちょっとしばらく経ってからこういう風な感じで、また降りれば降りれる、降りれば大丈夫ですね。あ、ジャガノなくても落下ダメージ死ぬことはないです。さあ扉開けていきましょう。今回ここにスタミンアップありますが、このパーク、スタミンアップダブルタップルートビア、あと何だったかな、あとデッドショット大切り、ウィドウズワインだったかな確か、のパークの設置場所は
固定なんですけども、ここに何があるかは完全にランダムね、ランダム系多いです。はい、この矢印に従っていきましょう。ちょっと僕はここで武器を買う派ですね。はい、 KN44 ね、ちょっと火力が本当に大事なマップなんで、しょぼい装備のままだとそのまま敵倒せなくて死んじゃうみたいなことがよくあるんで気をつけていきましょう。はい、それで電源部屋つきました。電源つける場所が2つあるんで2つつけちゃいましょう。するとですね、水が風車に通って、水力発電っていうのかな、それにより、電源がつきますね。つきましたね。あ、ここデッドショット待機ですね。はい、こんな感じで、まあ、電力復旧できたんで、とりあえずジャガの飲みに行きたいなと思います。あ、危ない。もうこう見ての通り本当に狭いよね。こんな25ラウンドとかのゾンビが束になって来てみん、さばけへんから絶対。いや、まあそんな愚痴言ってもしょうがないんですけどね。じゃあちょっとジャガの飲んでちょっと完結戦乗りましょうか。いや、ふん。はい、こちらですね。で、ここのジャガの飲んで、はい、ジャガのはクリアですね。まあランダムの位置がランダム、パークの位置がランダムなんでね、まあ、そこだけ注意しないと。うっと、そう、電源がつくとですね、あのロッドが出てくるようになります。これダッシュすれば間に合います。うん、確か3回出てくるんやったかな、これは。まあ死ぬことはないと思うんですけど、何回も当たったら死にます。うん、さすがにな、ロッドだもん、痛いもんな。まあなんですけども、まあじゃあとりあえず、まあ次のラウンドでポイントを貯めるまで行きたいんですけども、どこで取りにしようかこれ。なんかもうよくわかんねえけど、まあとりあえずちょっと、まあセオリー通り、まあ一番定番という定番、まあちょっと電源部屋まで、行きたいなと思います。いや、マップ狭すぎでしょこれ、細いマジで。はい、ここですね。まあ一番広いのかな、まあ広いっちゃ広い。水の中入ると、まあ死の沼ほどではないですけど、移動スピードが下がります。まあ一応スライディングはできるんで、まああんまり関係ないのかな、 BO3 だと。はい、まあ、そんな感じでここやっていきたいんですけど、まあ一応電源部屋トレインなんですけども、まあ低ラウンドなんでまだトレインっていうほどではなくて、まあ括弧撃退していきたいんですけど、見つけ次第撃退していく感じで、そういう作戦でいきたいんですけど、こう出る場所が2階とね、地下、この何、地下っていうかこの地面からも湧いてきますし、この細い路地通り抜けもできないんで、もうなんかもうゾンビが、ね、目の前に来たらもう戻るか倒すかのどっちかですからね。本当にね、初心者殺しですね。うふ、隣、音が聞こえましたね。よし、ちょっと抜けよう。もうゾンビの位置をいち早く知ることがマジでサングリアにとって大事なこと、まあどのゾンビでも言えることなんですけど、特にここはね。よし、ちょっとなんとかポイント溜まってきましたね。よし、じゃあちょっとそれなりにポイント溜まったんで、次の扉開けていきましょうか。こちらですね、先ほどの逆方向から、行ってみましょうか。ダブルタップルートピアとかここにあるんですけども、もう完全にランダムですね。もうここはもうあんまり当てにしない方がいいです。パークの位置を覚えることが大事ですね。はい、完結戦もう一個の方ですね。初期部屋の裏の方に電源つけてもらうと、まあ、こういう風な完結戦が、先ほど柵があったんですけど、ね、電源つけることに柵が解除されて、ここから下から地下に戻ることができると。あ、ね、もちろん敵とごっつんこもしちゃうんで気をつけてくださいね。敵も使ってきますからね。さあ、じゃあこの湖の中抜けて、この障害物どけていきましょう。すると滝壺ですかね。一応ここでも、トレインできますか、超上級者用ですね。本当に移動スピードが遅い状態でゾンビを相手するのは骨が折ります。まあ、ほぼ無理と言っても過言ではないです。まあ、一応トレインはできます。で、ここの炭鉱かな、炭鉱洞窟の方を抜けていただくと、このような景色に出てきます。うわ、綺麗。こうやって見ると綺麗なんだよな。こうやって見るとね。で、先ほどの、まあ、スピードコーラの場所ですね。ここがジャガノの時があります。で、ここの寺院ですけども、まあ、こう床を押してもらうと、どんどんバンブー、まあ、竹がこう迷路をこう作ってきて、なかなかこうショートカットできないような作りになってますね。で、これ早く渡らないと、床が崩れて、めちゃこの死の沼より遅くなります、ここは。だけどダッシュで抜けていかないとね。はい、こんな感じですね。ここが先ほどの
あれですね、吊り橋の上に戻るのかな、ね、まあ、ここで一応トレインというか、まあ、一応全体トレインでやるのが、まあ、初心者用かな。ここがだいぶ楽ですけどね、ここも結構トレインしやすいんですけど、じゃあちょっとこれ走り抜けてみましょうか。ちょっと道覚えとかんとね、まあ、こんな感じですかね、うん、でこの沼に入るともう本当に沼、本当もうこのスピードで、ゾンビの色は一緒、走れないです。もう沼に入ったら死ぬと思って過言ではないです。でここにウォータースライダーできる場所があるんですけども、入ってみましょうか。おー、はい、ただいまということで、ここにたどり着くことができます。まあなんか分かったかな結構急ぎペースで説明してますけども、まあまあ、やってみることに越したことはないんですけどね、うん、やってみることに越したことはない。はい、ということで、次にパッカーパンチのやり方なんですけども、まあ、気づいた方いらっしゃるかなと思うんですけど、こういう回ってる猿の石像があるんですね。その4箇所のうちのどれか1箇所にボタンを押す場所があるんで、それを押してもらって、パッカーパンチを解除してもらうという感じなんですけども、まあ、ボタンって何ぞやっていう話ですよ。ボタンとはこれですね。これを、まあ、出っ張りが出てるところに4箇所あるんでね、これも今ぐるぐる回ってるところなんで、このぐるぐる回ってる石像の前のボタンを押すことによって、ここの階段が設置されるようになってパッカーパンチができるようになると。じゃあその、場所探してみましょうか。まず1箇所目、リバイブ前のここのリバイブ前ですね、先ほど説明したとこですね、ここが1つ目ですね。はい、2つ目、先ほどジャガノグがあった、まあ、ジャガノもしくはスピードコーラがあった場所の洞窟を入ってもらって左手、回る石像の前、ここですね、ここが2つ目の場所。はい、3つ目が2つの電源を入れた場所の真ん中、ここですね、ぐるぐる回ってる石像の真ん中、ここですね、ここが3つ目のボタンです。4箇所目、吊り橋ですね、先ほど、スピードコーラがあったところの吊り橋を渡ってもらった先のここですね、出っ張りが出てるんで、今回はここを踏めば、パッカーパンチの改造に行けるというわけですね。このぐるぐる回ってるところの前ですね。で踏んでみましょう。はい、踏みました。踏んだことによってパッカーパンチの階段が解除されて、あそこに行けるようになったと。ちょっと抜け、ちょっと、はい、早急に抜けていきましょうね。よいしょ、ちょっとこっちから行こうかな。ちょっと早く早急に抜けて、パッカーパンチできるのに時間制限があるんですね、まあ、早めに行かないとダメです。ちょっと初期部屋まで戻ってもらって、はい、階段ができてますね。ここの、まあ、猿の顔、まあ、猿の骸骨がゴロ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 転がってるんですけど、これがパッカーパンチのここまで、ここの中に入っちゃうまでの間、パッカーパンチができます。でこの間ずっとパッカーパンチできるんですけど、この車輪がこの中に入ってしまったら改造が終了となります。まあ、この猿倒すことできるんですけど、あんまり意味はないです。ずっと復活するんでね、まあ、実際に、まあ、パッカーパンチ終わったらどうなるか見てみましょう。水が吐き出して、まあ、階段がなくなるわけですよね。はい、でまたランダムに、出っ張りが出てくるので、それを押したらまたパッカーパンチができるよという仕組みでございます。ちなみになんですけども、今は僕1人なので1箇所押すだけでいいんですけども、もし2人プレイでやる場合だと2箇所出っ張りが出てるので、2箇所同時に押さないとダメです。もちろん3人でやるときは3箇所出っ張りが出てきて、で4人でやると4箇所全部押さないとパッカーパンチにはいけません。なのでマルチでやるときにですね、ここで力を合わせて連携を取れないと、パッカーパンチに、ね、二度といけないっていうね、ひどい設定ですよね本当。この出っ張りが出てくる箇所は4人プレイだと関係ないんですけど、まあ2人プレイの時とかは出っ張りに出てくる場所は全部ランダムになるんで、まあ、4箇所探しに行って出っ張り出てるから、じゃあ一緒に踏むよせーのドンみたいな感じでパッカーパンチしてもらえたらなということになりますね。まあ改造はまあそうですね、まあ、連携、まあ、VC チャットとか、まあ、今は結構できますからね、まあ、連携取ればすぐできるんですけど、またここですね、はい、ここ押せばまたパッカーパンチができるようになると。
うん、まあでもただノラでやるとね、改造、まあノラでまずこのマップやらないんだけど、絶対まずやんないんだけどまずやんないんですけど、まあノラでやる場合だとパッカパンチできないと思った方がいいですね。うん、まあ少なくとも、はい、まあということで、今回の、ジャガーノグと武器改造の説明はこれで以上となります。いや本当ね、ここは難しいですけど、まあジャガノと武器改造のやり方さえ覚えときゃ、まあ20ラウンド行けたらええなぐらいですね。行けたらいいですけどね。まあそうですね、あんまりおすすめしないですね。まああのゾンビに慣れてきて、あの難易度が欲しい方はぜひここをやってみるといいでしょう。結構絶望するで。はい、それでは、ご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。